台風18号から変わった温帯低気圧の影響で各地で大雨となっています。栃木県や茨城県などを流れる鬼怒川沿いでは氾濫が相次いでいて、懸命の救助活動が行われています。茨城県常総市三坂町上空です。茨城県常総市の三坂町というところの上空です。右側に流れている鬼怒川が決壊しました。そして決壊した今映っているところは川ではありません。住宅街に勢いよく鬼怒川の水が濁流となって流れ込んでいます。そして画面の中央上に陸上自衛隊のヘリコプターが今まさに住民を次々と救助をしている瞬間です。陸上自衛隊 UH-60 ヘリコプターが今上空にホバリングをしながら一人ずつ下にいる住民の皆さんを救助している瞬間です。今ヘリコプターから画面少しカメラさんちょっと下を振ってください。ここに下に住宅があります。茶色の壁に瓦の屋根、そして左側に白い建物がありますが、先ほどから見ている限りでは、少なくとも6人の方がまだ下にいらっしゃいます。今カメラが寄りました。ご覧のように瓦屋根の上に2人いらっしゃいます。この屋根の上に2人いらっしゃいます。ご覧のように濁流なんですが、これは川ではありません。地面なんです。そこに鬼怒川が決壊して勢いよく濁流となって流れています。この屋根の上に2人、そしてカメラさんちょっと左下です。この白い建物のベランダに3人確認できます。お子さんが2人ではないでしょうか。合わせて3人、つまり今この画面の中で少なくとも3人の6人の方が救助を待っていらっしゃいます。